こんにちは、栄養ラボです。外食やごちそうをついつい食べ過ぎてしまった翌日の食事に加えてほしい一品です。疲れた体や内臓を食事で回復しよう。材料は大根とキャベツです。大根は先端の部分に栄養が多いのでこちらを使います。消化酵素は熱に弱いので生で食べます。皮の近くに栄養成分が多いので皮はできるだけ薄く剥きます。大根は3つの消化酵素を持っています。糖質を分解するジアスターゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼ、そして脂質を分解するリパーゼです。胃腸の負担を軽減してくれます。繊維を分断するように切ります。横断面をできるだけ薄く切っていきます。生をおろすのが一番良いですが、時短であればこの方法。繊維に沿った縦切りをするより最初から繊維を断つように輪切りで薄く切った方が切る手間が一度で済みます。これで十分辛みが出ます。この辛み成分は消化を助けるほか、抗酸化作用、抗がん作用があります。繊維がこう入っているので分断するように切ります。キャベツも切ることにより老化予防の抗酸化成分が生まれます。キャベツにはビタミン U があり、胃の粘膜を守ってくれます。端の方もね、繊維を意識して切ります。塩2つまみ、お酢大さじ1、オリーブオイル大さじ1。胃腸に優しくかなり薄味です。お酢は疲労回復、脂質燃焼、胃の消化も助けます。栄養成分を少しの間コーティング。出来上がったら30分以内に食べると栄養成分がバッチリ取れます。時間制限難しいって場合は少し大きめに切ってよく噛んで食べてもいいと思います。その時食べる小鉢で調味料を作れば洗い物が減ります。胃を守り消化を助けてくれるレシピ完成。疲れた体や内臓を回復してくれる一皿です。つい食べ過ぎた翌日の献立にどうぞ。